いつものペライオショッピングチャンネルをご覧いただき、誠にありがとうございます。今回は2016年モデル、フォルクスワーゲンパサート GTE バリアントアドバンスをご紹介させていただきます。まず外装面の状態からですが、フロントのバンパーとボンネットにそれぞれ飛び石があり、運転席のドアのエッジの部分に小さな傷がございます。また、右フロントのドアとリアバンパー左側にそれぞれ傷がございます。 それ以外特に目立つ傷はございません。走行距離約1万1000キロと低走行ですし、良好なコンディションを保っております。外装色はディープブラックパールエフェクト、インテリアはブラックレザーの組み合わせとなっております。フォルクスワーゲンが誇るステーションワゴンのフラッグシップ、現行パサートバリアントでございます。こちらは最上級グレードの GTE アドバンスでございますので、数多くの専用装備が施され、 より快適かつパワフルな走りをお楽しみいただけますさらに最新のハイブリッド技術が搭載されておりますので高い燃費性能も発揮するモデルですヘッドライトには LED ヘッドライトが採用されておりますので夜間走行時も安心してお乗りいただけますエンジンスペックに関しましては1.4リッター直列4気筒ターボエンジンが搭載され最高出力は156馬力を発揮します そのエンジンに加え、116馬力を発生させるハイブリッドモーターが搭載されておりますので、スポーツカーにも負けないパワフルな加速を実現しております。アルミホイルはアドバンス専用デザイン、18インチのアルミホイルが装着されており、タイヤの山に関しましては、前後ともに残り5分山ほどとなっております。続きまして、トランクスペースのご紹介です。オートトランクが装備されておりますので、開閉は電動で行っていただけます。 バリアントでございますので十分な容量を確保しておりさらに後部座席も倒してお荷物はお積みいただけます続きましてインテリアご紹介させていただきますシートはアドバンス専用のブラックのナッパレザーシートが採用されております運転席助手席ともに目立った使用感はなくきれいな状態を保っておりますステアリングは3本スポークのステアリングが採用されております パドルシフトが備わっておりますので、自由自在に変速をお楽しみいただけます。また、レーンキーパーシストやアダプティブクルーズコントロールをはじめ、安全装備も非常に充実した一台です。ナビゲーションは純正タッチスクリーン式ナビゲーションが採用されており、もちろんテレビもご視聴いただけますし、バックギア入れていただきますと、バックカメラと360度のカメラが装備されております。フロント両席、シートヒーターが備わっておりますので、 冬場でも暖かいドライブをお楽しみいただけます。また、運転席側のシートにはマッサージ機能が装備されております。走行モードに関しましては、DCC モードが標準で装備されておりますので、センターのスイッチにて4段階で切り替えが可能です。続きまして、後部座席ご紹介させていただきます。後部座席に関しましても、目立った使用感はなく、きれいな状態を保っております。スペースも十分に確保されておりますし、 大型のパドラマサンルーフが備わっておりますのでゆったりとドライブをお楽しみいただけます合わせて気になる車内の匂いですが特におタバコの匂い等はいたしませんでは今回は2016年モデルフォルクスワーゲンパサートバリアント GTE アドバンスをご紹介させていただきました走行距離約 11,000km と低走行ですし内外装ともに良好なコンディションを保っております 新車保証も平成31年の12月まで残っておりますので、ご納車後も安心してお乗りいただけます。圧倒的な燃費性能を発揮する、パサート GTE バリアントでございます。こちらは最上級グレードのアドバンスでございますので、数多くの専用装備が施され、より快適なドライブをお楽しみいただける一台です。さらに、アダプティブクルーズコントロールやアラウンドビューモニター、レーンキーパーシストをはじめ、安全装備も非常に充実しております。 お探しの方はぜひともお早めにご検討いただければと思います。よろしくお願いいたします。